俺は、用心棒は、1950年制作、公開、痛み満作脚本、稲垣博監督による日本の長編劇映画である。シナリオ完成時の現代は、昔を今に、痛みの没後に、初めて映画化された作品である。本作のオリジナルシナリオ、昔を今に、を掲載した、永遠芸術、第2巻第1号表紙。本作のシナリオは、 ロード男性にの商品、もしも押した時期に、伊丹万作が昔を今にのタイトルで執筆したものであるとされる。伊丹は本作の映画化を見ることなく1946年9月21日に亡くなったが同年に大橋康彦が創刊した映画雑誌映画芸術が翌1947年1月発行の第2巻第1号で伊丹万作追悼を特集し、 伊丹の意向、伊藤大輔、池内武彦の文章と共に、本作シナリオを、昔を今にのタイトルで掲載した。伊丹が、サイレント映画用脚本、もしもあの時として書いたものを、稲垣博士が、陶器用に再構成したものである、という説もある。いずれにしても、脚本の雑誌掲載後に、本作は映画化された。伊丹の生前実現しなかった作品には他に、 手をつなぐことを、恋風53時、不釈神明、モメンタイ兵器がある。本作は、痛みの没後に映画化された作品としては、手をつなぐことをに次ぐ2作目であり、脚本1000年後に映画化された作品としては、生前の、無法末の一生を含めて3作目である。本作を制作した、東横映画、配給した東京映画配給はいずれも現在の、東映の前身であり、 本作の制作、公開の翌年である1951年4月1日に合併し、前者は東映京都撮影所、後者は東映の営業部門となった。本作公開当時のキャッチコピーは出会った。2013年1月現在、東京国立近代美術館フィルムセンターは本作の上映用プリントを所蔵していない。 ビデオグラムについてはかつて発売された形跡がなく、東映チャンネルは本作を放映した形跡がない。事実上、見ることの不可能な作品である。本作の脚本については、1961年11月15日に発行された、伊丹万作全集第3巻には収録されていない。江戸時代の話である。食探しの旅の途中で、浪人。 寒川八郎は出会った老子時期から幸福の陰籠を買い取った。町外れの居酒屋で悪巻と喧嘩をし、就職予定先の主人と行き違いになってしまう。落胆して歩いていた時に、髭の豪傑、横田昆兵衛と知り合い、道中を伴いにすることになる。次の町の居酒屋では、美人の釈恩な、お初が、大串屋の狩り苦労にちょっかいを出されて困っている。 ところに出くわし、八郎とゴン衛はこれを助けてやり、ガンクロウはあっさりと片付いてしまう。ことやの親分はこの一部始終を目撃、八郎とゴン衛を用心棒として雇うことを申し出る。用心棒生活は酒を飲んだり将棋をしたりと、気ままではあるが、大変退屈なものであった。八郎は居酒屋でお初に会えるのが楽しみであったが、お初には巨根の余吉という存在があった。 与吉は、大串屋の親分に騙されて、大串屋の城に遊兵されていたのだった。八郎は、老番を騙して、与吉を救出し、山小屋に逃がしてやるのだった。大串屋とごとやとの抗争が本格化し、八郎はこんなものは馬鹿げている、として、無血終結のために奔走する。まずは、大串屋に飛び込んで、口も八丁で嘘を言い、親分を旅立たせて、 子分たちに後を追わせた。返す刀で八郎は役所に行って大官の悪事を暴き、ごと屋に逃げ込む。大官の追手がごと屋になだれ込むと、ごと屋と子分たちは一斉にそこを逃げ出した。これで町には抗争は消えた。八郎はお初に与吉の居場所を教え、この町を去った。数年が経過した。八郎は小記に変わり果てていた。仲間の小記の言う。 各自さえ働かなければ、小敷の身分も幸運だとの言葉を聞いて、幸福の陰謀を投げ捨てた。さらに月日は経過し、八郎は猿回しになっていた。ある村外れで八郎は、お初の噂を耳にする。お初は余吉に捨てられた。八郎は、お初と出会った居酒屋へ行く。おつがいた。二人は、無言で抱き合うのであった。ありがとうございます。